マリーシア、マリーシアとは、ポルトガル語で、ズル賢さを意味するブラジル発祥の言葉である。サッカーの試合時における様々な駆け引きを指す言葉でもあるが、国によってその解釈は異なっている。イタリア語では、マリッツヤと呼ばれる。ブラジルでは何らかの困難な状況に直面した際に、起点を聞かせてその場を収める、諸星術のことを、と呼び、 社会全体に行き渡っている。男女関係における駆け引きやスピード違反の取り締まりにあった際に賄賂を送って見逃してもらおうとする行為なども該当する。サッカーにおいてもこうした思想は反映され、マリーシアと称されるが、これはブラジル南部のリオグランデドスル州に限定された用語とも言われる。サッカーにおけるマリーシアには起点が効く知性という意味があり、 本来は、駆け引きを行い試合を優位に運ぶ行為を指し、ルールの裏を書くといった反スポーツ的な意味合いない。相手の心理状態を読んで奇襲をかけたり、相手の油断や混乱に乗じて意外性のあるプレーを行う、日本語に直訳すると、したたかさに近い意味合いを持ち、マリーシアが足りないという言葉は、選手の未熟さや、経験不足を指す言葉として用いられている。ブラジルでは、 こうした知性や知恵といった範疇を超えて、相手を意図的に傷つけるような汚いプレーを、と呼んでいる。また、相手に対する露骨な時間稼ぎなどの行為については、さらに細分子、カチンバやセラと呼んでいる。2010年に、シモ哲郎とアデマールペレーラ・マリーニョの協著により、出版された、サッカー王国ブラジル流正しいマリーシアでは、マリーシアを、 豊富な人生経験を経て身につけた知恵と定めし、主な実例として以下の項目を挙げている。アルゼンチンにおけるマリンシアには汚いプレーが含まれ、試合で先制点を決めた後の露骨な時間稼ぎや接触プレーの際に必要以上に痛がりピッチに倒れ込むプレイエリア直接関係しない選手が意図的に倒れ、 試合を中断させる、相手の髪やユニフォームを引っ張るといった行為が状態的に行われている。相手の長所を消すための戦術を作り上げたのは、1960年代にアルゼンチン代表を率いたと言われている。もともと、同国の選手たちは、足元のボールテクニックを活かして、ショートパスをつなぐサッカー持ち味としていたが、1958、 フィファワールドカップのグループリーグ最終戦で、チェコスロバキア代表に1の6と大敗し、敗退するなど結果を残せずにいた。選手や監督として、長年にわたって、ヨーロッパで経験を積んだロレンソは、アルゼンチンの選手を手地なしだが、広い意味では、未完成だとみなし、1954フィファワールドカップにおいて、優勝候補のハンガー代表を退けて優勝した。 西ドイツ代表が披露した体力と精神力に満ちたサッカーを手本にすることで改革を推し進めた。この大会での敗戦を契機にロレンソの提唱もあり、結果のためなら反則も辞さない激しいサッカーが台頭するようになった。こうしたスタイルはロレンソが率いたアルゼンチン代表が1966年にイングランドで行われた 1966FIFA。 ワールドカップ準々決勝のイングランド代表戦が率いたエストゥディアンテスが1968年に行われたインターコンチネンタルカップのマンチェスターユナイテッド FC 戦などで実践され、物議を醸した。一方、国内ではロレンソやスベルディアによって実践された守備的スタイルが必ずしも支持をされていたわけではなく、伝統的スタイルの支持者との間で意見が対立した。 サッカー指導者のセサルルイスメノッティは地元開催の1978フィファワールドカップに向けて代表監督に就任するとアルゼンチンでワールドカップで行われる以上アルゼンチンのサッカーで勝たなければならないアルゼンチンのサッカーとは何かそれは当時流行していた乱暴な当たりと守りを固めるサッカーではないアルゼンチンの人たちが子供の頃から親しみ 大衆が心から楽しんでいるようなサッカー。そういうサッカーを代表チームがやって、ヨーロッパに勝てることを実証してみせなければならない。とった心情を掲げ、チームを優勝に導いた。1982FIFA ワールドカップ終了後に、メノッティが退任すると、スベルディアの教えを受け守備的スタイルを標榜する、カルロス・ビラルドが監督に就任したが、代表チーム内はメノッティ派とビラルド派に分裂し、 対立が激化した。当時の状況について、ディエゴ・マラドーナは、心情的にはメノッティ派であったが、チームのために、自らの意志を封じ、勝利の目的のためにプレーしたと証言している。1990年代には、ディエゴ・シメオネが、相手選手を恋に挑発して苛立たせ相手の報復を誘発させる、したたかなプレーを得意とし、1998年に、 フランスで行われた 1998FIFA ワールドカップ決勝トナミント1回戦のイングランド代表戦ではデビット・ベッカムを退場へと追い込んだ。ブラジル国内ではアルゼンチンのマリーシアを破壊的なものと考えられており、アルゼンチンのチームと対戦する際には相手のマリーシアに惑わされず冷静さを維持するようにと言われている。日本国内では マリーシアという言葉は以下のような事例として認知されている。このうち時間稼ぎという概念は日本サッカーリーグの時代にも存在したが、その手法はピッチからスタンドなどの遠方へと蹴り出すというもので、マルチボールシステムが導入される以前は有効な手法だった。1993年の J リーグ開幕以降、試合終盤に相手陣内のタッチライン際でボールをキープして、 時間を稼ぐという手法が一般的となり、同年10月26日に、カタールのドーハで行われた日本代表対イラク、代表戦における結末、ドーハの悲劇を通じて、その重要性が認識されるようになった。こうした試合時の駆け引きを指すマリーシアという言葉は1995年8月9日に、東京の国立競技場で行われた日本代表対 ブラジル代表戦を契機に認知されるようになった。この試合は 1994FIFA ワールドカップ優勝チームのブラジルが後の位置と日本に対象したが、試合後の記者会見において首相のドゥンガは記者の前でマリーシアという言葉を用いて両国間のレベルの差異を明かした。ドーハの悲劇やドゥンガによる提言の後も一発勝負のトーナメント方式を尊ぶ国民性や J リーグにおいて採用されていた延長、V ゴール方式の影響もあり、戦術的な駆け引きとしてのマリーシアの浸透は遅れた。2000年代の日本におけるマリーシアの認識は、日本語訳である、ずる賢さから賢さを取り除いた、ずるさの部分だけが拡大解されたものであるとの指摘もあり、審判に気がつかれなければ、反則を行っても構わないとの誤解が生じている。 2018年6月から7月にかけて、ロシアで開催された 2018FIFA ワールドカップのグループリーグにおいて、日本代表はポーランド代表と対戦0から1のスコアで敗れたものの他会場の結果、決勝トーナメント進出を決めた。この試合の終盤に日本が行った意図的なボール回しについて、国内外から批判を受けたが、ドーハの悲劇の教訓が生きた。 日本サッカーの成長の一端が示せたようにも感じていると評価する意見もあった。一方、決勝トーナメント1回戦のベルギー代表戦では2、の2の同点で迎えた試合終了間際、コーナーキックのチャンスのため前がかりになったところを相手につかれて2から3のスコアで敗れた。この局面において日本は戦術的なファウルを犯してベルギーのカウンターを阻止することできなかったが、 その理由について、ピエール・リトバルスキーは、退治した相手にする、敬意という日本らしい美徳が、神人への勝敗の差に影響したのかもしれない。アルベルト・ザッケローには、彼らの文化、DNA には、マリーシアは存在しないからだろう。一回、戦術的ファウルをすれば十分だったはずだが、そういったことは考えないのだろうと評した。 小国ながら、創意工夫によって国を守ってきた歴史があるオランダでは、サッカーに対しても伝統的な勤勉さが重視される一方で、クリエイティブな創意工夫が求められる面がある。強くないものは賢くなければいけないという伝統的な言い回しが存在するように、フィジカル面でドイツやイングランドの選手にかなわない分を、オランダは1970年代のトータルフットボール、 やれた育成メソッドといった発明例を補ってきた。これらの概念は、スリムという言葉で語られ、ピッチ上での相手を出し抜くための知恵、相手の裏を書くテクニックや戦術、試合展開を読む目といっただけでなく、ピッチ外でも、チームやクラブの運営、育成や、資金調達に至る知恵とアイディアまで、スリムな対象として使われる。最も良い例が、 アヤックス・アムステルダムのクラブポリシーがベストでアレであるのに対し PSV ・ PS アイント・ホーフェンのポリシーが最もずる賢くアレなことである。一方でオランダでは勝つために何でもするというメンタリティが比較的弱いという面がある。積極的に PK をもらおうとする大部行為、オランダではドイツ語からの流入でシュアルベと呼ばれるなどは好まれず。 むしろ審判に笛を吹く機会を与えた守備側の選手が賢くなかったと評価されることも多い。ピエール・ファン・ホーイドンクは2016年の欧州選手権で優勝したポルトガルを受ポルトガル人が持っている汚さこそ我々に欠けているもの。汚さを恥と語るのは偽善だ。1998年のフィーファワールドカップでエドウィン・ファンデルサールが アディエル・オルテガえの劣等度を出させた時に我々はみんな歓声を上げたはずと指摘している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。